はい、それでね、あのはい、今、宮崎さんが言ってくれた、幅2メートル以下って、これはまあ、本当によく見るから関係ないでしょ値、はい、上がり、これはこんな感じですよね。はい、で、えーと、なんだっけ、視界が悪くなってきて、物がこう見えなくなるてき交通標識とか信号機とかね。誰も何にも言ってません。そんなこと考えられないぐらい茂ってる。そして、<あ>えっと、架、うん、線、あ、これだ、河線に触れて、 なんか不便だっていうのこれはねあるある人がこれを言いましたあのねバスこっちに取ってるバスって時々2階建てなんですよはい、はいうん、でそうすると細い道をこう走ってると両側から木が茂っていてこうぶつかるんですって、うん、バスの車体にそうそう、うん、でそれじゃまずいからって言うんでバスをすごく人が乗るとこなのに、うん あの1回バスしか走らせないっていう決断を下したと。枝を落とすっっていう判断は <laughs> なかったのよ <laughs> それでこれは何人かから聞いたんですけど、はい、あの自分のケースもあるし近所の人がこういう目にあったっていうケースもあるのね、うん、なんかものすごく増えちゃっててあの,あの増えてっていうか、えー、と枝が張ってねすごく不便なんですって。はいはい でそういうのを切るときに必ず死に届けなくちゃいけなくてで、届けたら死から役人が何人か来たと。うん、それで、まあ、これ切りたいんですけどって言ったら、いろいろと調べて、で結果があ,、まあなたは素晴らしい木を持ってますよ。こういう木がねあなたの敷地にあることは本当に素晴らしいことです。おめでとうって言って帰ってったって。えー、どういうこと <laughs> それはああん、えー、遠曲に切らない方がいいですよって言ってるってことですかそう、そう。全く否されたうん。 でそれで、本当、よっぽど病気じゃない限り、切れっていう判断はほとんど下されないっていうことを聞きましたああ行政側がじゃあ、その木を間引いていって、えー、理想の感覚にしようみたいな動きは、伊藤さんが見てるりそり、そのベルリン、まあ、熊本市のような動きは、ベルリンでは起きていないってことですか。起きてないですね。たただだね時々ね切られれ木ははあるんですよ、うん、でこ,あこれはもうトランクだけになってて、うん 嫌いたなっていうののはわかるのね、うん、で、一緒にいる人にこれなんでなんでって言ったら、まあ、病気かなんかだったんじゃないかっていう、うんうん、そのそれなりの理由があったんじゃないかっていうことで、うん、邪魔になったから、根が上がったから、何かを隠したからっていうんで、嫌われることは、私はベルリンではまずないっていう感想を得ました。っていうのはね、これね、うん、文書でちゃんと確かめたわけじゃなくて、うん、常に誰かに聞いてるんですよ。うん で、その人たちの意見なんですよね。はい、観察してきた意見。でも、人、割と人を選んで聞いてるから、こんな感じがほとんど、あの、正しいんじゃないかなと思いますね。あのね、あと面白いのがね、木にね、ストリートの木に、あの、つまり、死が持ってるところの、つまり、街路樹ですよね。木にね、全部こうね、あの、タグがついてるんですよ。はい。はい。で、それにナンバーが書いてあって、 で、これなんでついてるんですかって言ったら、それみんな一応コントロールできるからだって。番号が振ってあるんですか番号が振ってあってね。で、<あ>どういう時にどうコントロールするかというと、うん、あ、あの、あ、なんだ、この A の32番、なんとかスリートの A の32番が病気だとかと思ったらすぐ連絡できるようにって、うんあ当局。そういう、そう、そういう当局があって、それはね、私の友人の翻訳では、えー、っと、 景観、園芸、環境局みたいな感じなんですって。うんうん、で、それがこう、来て、なんかいろいろと手当てしてくれるなり、うん、もし病気でどうしようもなかったら、切って、新しいのを植えて、新しいナンバーに変えるってう、うんえー、と先ほどお話したように、熊本市はこれからまあ、えー、と短いところだと、 そのもうちょっと根腐れしてるとかね、ないっていうのは、今後2年間で、えーうん、伐採してで、さらにその2029年まで全部で520本伐採し、捕食って言って、代わりにじゃあ、老木を植えますよっていうのは計画では23本なので、え嘘初めて聞いて、それ、うんそう、23本なんです。ですから、差し引きすると、うん、その熊本市の中心部のいわゆる電車通り、うんうん、それから、 第2空港線の空港から熊本市の市街地にかけてのあの通りで総数でだいたい500本近くは数が減るんですよね。いやみんな本当にみんながなんで今本当に木があることで、うん、こう地球の気候変動にね立ち向かうのもうこれが一番ではないかっていうふうなことをみんな言ってるんですよね。なぜかというとやっぱりこっちの気候変動に対する、うん、その なんていうの不安感緊張感危惧感ものすごく強いんですよね。でそれを守るのが、まず一番に木なんじゃないか。これはでも、科学的に証明されていません今言われたみたいに、その環境破壊っていう観点から言うと、確かにその熊本市の中心部から近郊を含めて、500本の街路樹を伐採してしまうということは、520本を切って23本を捕食したとしても、 うん、そうを生み出す量っいやもう本当にすごく減る。うん、しかもその5百五百2 0本、ほとんど大きな木ですよね。そ、うん、この、ほら、今考えるときに、木が1本、2本、3本っていう考え台で、上から見たときに木の、なんていうの樹幹っていうのこの木がこうあったら、ここの面積を、 考えて、それが街の中にどれだけあるかっていうふうに考えてませんうん、そうですね。うん、ね。で、そういうふうにしたときに、こう、小さな木が一本こうあるのと、大きな木が一本あるのと全然違うじゃないですか。それも考えたときに、500本こんなのをガソッと切っちゃったら、もうそれこそ街が木で覆われなくなってしまう。 うん、木で覆われるっていうことを多分あの目指してないんですよ。いい感覚に木が植わってるってててるるいうことを目指してるんですよ木がだから、えー、と今は密集してるっていう観点からこれをなんとかしなきゃっていうふうに考えてるわけですよねだからその密集っていうのを密集と考えずに、うん、素晴らしいことだっ、ね、て熊本森じゃんみたいな感じにこう考えを転換できないのかしら。